はじめ社長です。ヒカキンさんに泣かされたらどういう反応するの？泣き落とします。というわけで私はじめ社長、今からですねヒカキンさん家もうすぐしたら行くんですけれども、僕の長年のお付き合いの中、私思ったのはヒカキンさんですね、なんか怒ったりして人を泣かせたあるんかな、実はあるみたいな可能性もあるからちょっとわかんないですけど、ただ一つ言えることは、あの人はいい人なんですよ。とってもマジで素敵な人です。だから優しいとかじゃなくてすごいしっかりされてるから、その人のためになんかこうゆったりして泣かせることあると思いますけども、むやみに人を泣かせることは絶対ない人なんですよ、あの人。そこで私は思いました。はじめ社長の特技というか、このなんか特殊能力の一つとして感受性が人500倍高い。これ一つの僕のポイントなんですけれども、感情移入がすごいしやすくて、結構ね、どんな状況でも、あるトリガーが発動すれば確実に泣けるんですよ。で、トリガーっていうのが結構変わるんですけども、最近僕がですね、何回見ても泣いちゃうものがありまして、今のアニメポケットモンスターの、先週やってたやつかな？先週やってた、エピソード118、サトシ出陣 VS ダイゴ。皆さん、ダイゴって知ってました？ポケモンルビーサファイアエメラルドの方園地方のチャンピオン、ダイゴですよ。メタグロス使うやつ。めっちゃ強いんですけども、ついにサトシとピカチュウの物語が最終局面ということで、チャンピオンと戦うんですよ。いろんな。で、そのピカチュウがもう本当にね、わかる？関東地方大木戸博士からピカチュウこう仲良くなってからずーっと長い歴史があって、今もう本当なんかね、ファイナルというか、なんか、サトシの冒険の集大成みたいな。で、僕、ポケモンアニメずっと見てきてるんですよ。サトシとピカチュウの思い出の技とか使って、勝負する、ちょっと。もう泣けます。一回見ますね。とりあえずね、サトシとピカチュウに感情移入して泣けるんですよ。ちょっと見ますね。やばいのがさ、今のアニメだよ。目指せポケモンマスター流れるんですよ。まさかの目指せポケモンマスター流れるんですよ。泣いてますね。やばい。もう泣こうと思えば泣けるんですよ。え、俳優か？サトシとピカチュウが冒険したアローラ地方っていうのがあるんですよ、サンムーンの。そこで Z技っていうね、その全力の技をですね、サトシとピカチュウが覚えて、なんかアローラの仲間たちの思い出とかも全部俺アニメ見てるから脳によぎると、なんかすごいピカチュウとサトシ、ピカチュウも決してそんな強いポケモンじゃないのに、よくそんなチャンピオンと張り合って戦えるなって思うと、なんかずっとアニメのポケモン見てきたらなんか泣けるなと思って、そういう話じゃないんです今日は。はい、というわけでこんな感じで豊かな僕、ヒカキンさんのお家に行っても多分今だったら第5戦見たら泣けるので怖いと思うんですよ。ヒカキンさん突然お家に来て、突然はじめ社長が泣き出すと、どう見てもヒカキンさんが原因だと、ヒカキンさんに泣かされたっていうことになると思うので、僕は今から擬似的にヒカキンさんに泣かされに行きます。なのでヒカキンさんからすると、え、なんで泣いてるんだろう、俺なんか悪いことしたかなとか、いろんなこと出てくると思うんで、果たしてはじめ社長がヒカキンさんのせいで突然泣き出したら、あの方はどうするのでしょうか。早速泣きに行ってみようと思います。はい、というわけでヒカキンさんのお家に着きました。早速入っていこうと思います。お疲れ様です。なんすか。お疲れ様です。よし、お邪魔します。お邪魔します。何とるかな、もう聞いてないから。はい、じゃあ今日普通にお邪魔します。わあ、久々ですね。お、編集されてるんですね。そうですね、もう夏も本番なんでね。確かに、やっぱ忙しいですか。そうだね、ただ夏前に頑張っておいた貯金がちょっとあるっていうのが。はい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 。じゃあ結構編集とかが溜まってるというか。そうだね、どっちかというとそっちばっかり。わあ、よかった。え、いい企画持ってきました。いやー、親分、編集溜まってると思ったので今日は一緒に編集タイムです。大丈夫それ。いや大丈夫です、全然全然。編集合宿とかしてみたいなと思ってて、さすがに合宿する時間もないと思うので、ちょっと短い時間にはなると思うんですけども、まあ、でもちょっと僕もスマホで編集しなきゃいけないのがあって、一緒にちょっと編集したいなと思って。スマホで編集しなくね。はいはい。いや、もう全然気になさらず。はいはい。はい、ちょっと俺も頑張りますね。何それ、結構無音になっちゃうけど。あ、全然全然もう。マジで。明日公開。まあでも全然前日の昼に触れるのは素晴らしい。忙しいか。まあまあ。編集がやっぱ時間かかりますもんね。そう、
最近のタイトルとかもね、安川でも悩んじゃうんだよね。なんすか。なんすか、集中しようとしてるのに。失礼しました。作業動画なんですか、ね、作業動画です。逆に。よくありますから、ね、はじめんとか一緒に勉強しませんかみたいなやつね。ヒカキンさんと僕と作業できる動画なかなかないと思うんで。そうです、はい、だから地味ですよ。頑張ろう。どうしました？ゲームしてんじゃないだろうな。あ、ちょっと今なんかゲームというかちょっとだけ作業を。大丈夫です、お気になされて。はいはいはい。やばい、病院連れてこ。やばい、ちょっと病院行った方がいいな、この人。何何？全然大丈夫です。ついに動画編集がきつすぎて限界が来たみたいです。そうです、親分が。俺はどうすればいいの。親分に流されました。俺編集してるだけなんだけど一言も喋ってない。なんとなく分かったよ、何を君は してたか。何ですか。大好きな多分アニメかなんかで感動して泣いている。いや、親分に泣かされました。でタイトルとかにそれ書くつもりでやってるんでしょう。よくわかりましたね。ヒカキンさんに泣かされましたドッキリでーす。これ大丈夫かこれ。でも何も言ってないじゃん。いや、突然泣き出したと思わせてヒカキンさんが、え、俺なんかしたみたいな。あれはじめはじめ、え、俺なんかしたで失敗されると思ったら病院に連れて行こうとしました。おかしいんだもん。見てんだもん、なんか俺一瞬ね、もう YouTuber でほらアンテナがもうすごいですから。いや、すごいっす。俺何してんのかなと思って、俺ね途中で予想してたことはちょっと外れたんだけど、はい、横でハレンチな動画を見ててヒカキンさん気づくのかな。なんかずーっとこうやってなんかニヤニヤ見ていくから、エロ動画なんてことなんかそっち系できてんのかなと思って一瞬。なんか自分というのはあれなんですけど、感受性が豊かでアニメとか見るとすぐ泣けるんですよ。なんでさすがにヒカキンさんと作業してる時に、うん、突然泣き出すことないなと思って泣いてヒカキンさんが大丈夫ってこう心配してくれたと思ったら病院病院心配したじゃん、それ心配心配心配で病院ってことそれはもう、はい、一番いい方向そうですね、すぐ連れてこう。いや、ありがとうございます。いやいやいや、もうしてないのに泣き出したのかな。情緒がね、安定してないのかなと思ってこれ見てないさ。なんかポケモンのアニメずっと見てて、うん、ピカチュウとサトシの集大成なんですよ今多分。ピカチュウしてる、もううわ、確かにこれずっと見てたらアニメのポケモンずっと見てて今までの思い出とか全部蘇ってきちゃって、すごいな、ポケモンって今でもずっと人気なわけだ。ちょっとヒカキンさん家に突然来て泣いてみようと思ったら泣いたらどういう反応するのかなと思って泣いてみました。
意味が分かんなかったです。いやでもよかった、心配してくれましたね。でもすぐ病院ってなりそうなので、ありがとう。普通だってさ、もうなんか病んで泣いてたらさ、玄関入ってきたから泣いてるもんね。確かに、うん、確かに。ニヤニヤしながら入ってきましたからね。普通に元気で入ってきてたからね。そっか、もっと最初からやっていけばよかったのか。爪が甘いんだよね、毎回ね。そっか、うん、そこからもう演技は始まってたのか。これがスマホなしで泣けたら俳優でしたね。あ、そうだね。そっか。そっか。そうだよ。すごいな、そう思うと俳優さん。いや、すごいですよ。やっぱ勘がいいですね、親分は。だって怪しい。いや、でもむずい。やっぱ環境変わるとなかなか泣けなかったりして、すぐ。あ、そう。あと親分こっち見ないかなと思って、そのちょっとそっちにも。あ、気になっちゃう。注目してたんで、注意よかった。俺ももうちょっとそっち見た方がいいのかなって。いやいや、もう逆に見なかったおかげで集中できたんで。普通にちょっと進んでるからね。よかった。5分くらいかかってる。そう、ちょっと精進しますね、次はもっと泣けるように。そうだね、5秒で泣けないとやっぱり。5秒か。